絆対談リレーをご覧の皆さん、こんにちは。タジャノオカンナの増田茂人です。前回、柏レイソルの中間隼人選手からバトンを渡され、今回僕と対談してくれるのは、アルビレックス新潟の早川文也選手です。よろしくお願いします。ちょっと慣れない感じ。そうだね。まあでもざっくばらんにいろんなこと話せればなって思うから、まあいつもの感じで話していこうかなって感じね。はい。なんかさ、フミヤ痩せたよね。痩せました。げっそりしてない？大丈夫？いや、でもまあ、そうですね。夏場はどうしても体重落ちちゃうんですよね。ああ、まあ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 。暑いしね。あ、なんか、だから、毎年2、3キロ落ちるぐらいで、夏は。ああ、あの自慢の太もも細くなるじゃん。もう、細いっすよ。しかも、なかなか、戻ってこないっすわ、太さが。マジで？え、俺、この間試合で見たとき、もう全然もう戻ってんじゃんって思ったけど。みんなに言われるんですけど、俺からしたら全然戻ってないっすよ。まだまだ。まだまだです。マジか。相当太いもんな、フミヤな。フミヤさ、まあ、今回コロナの期間とか何してたの？コロナの期間っすか。うん、で結構練習できなかったりとかさ、新潟結構早めに練習やめなかったっけ、長かったんだっけ、あれ、いや、そこまで早めにやめたかな、いや、そんなことないと思うけど、どうだったっけ、そっか、でもまあ自粛、練習できないって感じだったでしょ、ああ、でも、意外と、腹筋はしてました、継続的に、普段やってる腹筋を。腹筋、はい、腹筋割るって決めたの。いや、なんか腹筋ってすぐきつくなるじゃないですか、やると。ああ。で、嫌でっていうか苦手で、あんま腹筋とかってやってなかったんですけど、うん、この機会にちょっとそういうきついの乗り切ろうかなと思ってチャレンジして、うん、だいぶできるようになったんで、おお、それは一つの成長です。かわいい成長やな、なんか。いいね。あと、なんだろう、ほんと読書するか、うん、家でトレーニング軽くするか、あ、まあ、あとは、なんだろう、頑張りすぎず、ちょっとだらけるというか、あ、まあ、なんていうかな、せっかくっておかしいかもしれないけど、こう、なかなかこういうサッカー離れる期間ないしな。そうなんですよね。なんか逆にもう、いつ始まるかわかんないように、こう、爪でいっちゃうと心が難しいかなと思って、うん、ちょっとだらけてみたりとか。ああ、なるほどね。あそこまでだらだらってわけじゃないですけど、あ、ちょっと普段よりも好きなものを食べてみたりとか。おお、まあそうだよね。でも本当いつ始まるかわかんないから、結構難しい、気持ち的にもコンディション的にも結構難しかったよね。難しかったです。なんか、また一周、個人でトレーニングしなきゃいけないのかとか、うんうんうん、そこの、モチベーションの維持は結構難しかったなと思いますよね。確かに、それはめっちゃわかるわ。初めての経験だったなって思うよね。なんか、海は、海走ったりとかしなかったっけ？あ、しました、しました、海。だって、地元海近いんで、僕。あ、そっかそっか。足腰鍛えて。そう。それが結構きついんですよ。もう袋がパンパンっすよ、走ると。そうだよね。砂浜ダッシュって相当きついイメージあるけど。だから意外とトレーニングで取り入れるのありだなと思って、オフ期間とか、それこそ。でも、新潟さ、砂場あるっしょ。いや、もうなくなりました、それ。え、嘘。お、あったじゃないですか、昔。あった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 。ないっすよ。今もうないの？あそこ、あの倉庫の前にあった。そうそうそう。あれもないです。埋まっちゃってんの？埋まってもなんか芝生というか。意外なんだけど。あれ結構嫌でしたよね。あの、え、超嫌だった。あれ、フミヤが、俺がいた時だから、俺3年とかだよね。そ
いや、あれ、大塚さんとかトゥッコとかに、めちゃくちゃやらされてたもん。地獄の砂場ですよね、あれはね。わかる。でも、だいたい週明け、うん、週明け砂場だったよね。また砂場かよとか言ってみんな言ってたもん。フィジカルでね。そうそうそう、懐かしいね。今思うといいトレーニングだけどね。いやもう今考えたら相当いいトレーニングだなって。だから砂場欲しいぐらいだなと思って。え？トレーニング場に砂場が欲しいなと思って。ああ、確かに。でもあれ以来ないな、どこのクラブも。ないっすか。行ったクラブってあんまないんじゃないかな、多分。海外とかだと結構普通にあるですよね。多分バルセロナとかもなんかトレーニングしてる映像出てきたりとかもしたのに。出るね出るね。AC ミランとかも本田さんが走ってるのとかも映ってたという。そうなんだ。でもなんか懐かしいね、新潟時代のこと。そうですね。ねえ、ユースだもんね、フミヤね。最初だって出会いは寮ぐらいですよね。寮でマグ君がいて。うん。そうだね。フミヤが一個下の階に住んでたんだよね。そうです。そうだよね。誰だっけ、あれか、でも誰だっけ、名前忘れてた。あのうまいやつ、俺なんだ。そう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 、たかしですか。あ、たかし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 。インスタフォローしてるのに忘れてたよ、名前出てこなかったよ。そうそう、懐かしいね。あれからもう10年だからね。10年か。そうですね、早い。すごいすごい。ねえ。本当に。早いよ。で、俺が新潟に戻ったタイミングで、フミヤと一緒だったのもね。そうですね。はい。だから僕、16年。16年シーズンですか。16、16。うんうんうん。そうそうそう。プロとか行ってたよね。言いましたね、ザブーン。ザブーン、ザブーン、ザブーン行きましたね、寮で。行った行った、懐かしい。行ったね。で、フミヤがなんかあの、なんだっけ、オイルマッサージしてさ、え、何やってんだとか言って、セルフでね、持ってきてね。懐かしい。たまにまたやりますベビーオイル使って。やってる？やってる？やってます、やってます。あー、これやると、明日は体重いんですけどね、明後日フォアフォアになるんですよって言ったの覚えてるわ。言った記憶あるわ、それ。俺もフミヤに影響されて、ちょっとやったけど、あんま続かなかったな。あんまハマんなかったっすか？あんまハマんなかった。実感が。あー。結構長い時間やってたよね。長い時間やってましたね。ふくら、あぎ、もも、前、後ろ。これ時間かかる。30分ぐらいやってなかった？30分ぐらいやるときあります、全然。だよね。目覚めするっていうぐらいの勢いです。そう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 。上がるよーとか言って、一緒に上がったのにさ、ずっとやってるからさ。懐かしいなー。でもあの頃と比べて新潟変わった？メンバーもだいぶ違うしね。まあそうですね。まあでも雰囲気はあんま変わんないかな。みんないい人だし。わかる。なんかインスタとかで見てても仲いいもんね、すごいね。なんかにあの新潟って感じの。だからなんか僕新潟しかいないからわかんないですけど、まあみんな仲いいから。これが普通なのかなって思うけど、やっぱいろんなとこ行くとそうじゃないって話も聞くし、なかなか珍しいレベルじゃない？みんな喋るし、うん、本当になんかいいクラブだなと思いますけどね。岡山もね、仲いいよ、仲いいんだけど、新潟はまたなんか思い返してみると、あ、なんかもうちょっと違った感じはあったなっていう一体感、何一体感って言ったら変だな、何て言うんだろうな。みんな仲良くする。うん。うん。そんな感じだよね。
あれ何なんだろうね。何なんですかね。やっぱそういう選手が集まるんですかね。オファーする段階で取ってるわけでもないと思うしね。気づけばみんなっていう感じ。新潟の土地が操作してんのかもしれないね。なるほどね。めっちゃ嬉しそうな顔するじゃん、地元。でも、島根だろう。え？一番いいとこですもん。新潟？はい。新潟すげえ良かったんだけどさ、一番住みやすいのは岡山かな。あ、ま、本当ですか？うん。岡山住みやすいよ。本当いい街。いや、だって、こないだ行ったとき暑すぎて、もう俺無理だと思いましたもん。あ、こないだの試合の時？はい、夏。そんなだったら、そうか、暑かったね、あの時ね。よかったですよ、岡山。暑すぎて。確かに。他に比べたら、いや、でも変わんないと思うけど、暑さは全国的に暑いじゃん、どこも。うん。でも、やっぱちょっと違いますわ。新潟とはちょっとやっぱ。ああ。だから、ここで、試合とか、毎日トレーニングとかは、きついだろうなぁと思いながら。ああ、夏はきつかったね。でも、なんか俺、新潟もなんだかんだ暑いイメージがあるんだけど、夏は。ジメジメした暑さかな。でもなんかこう、早くこう寒くなるっていうか、はい、一瞬でこう終わるイメージがあって、もう寒いんじゃない？もう夜とかも涼しくて寒いぐらいですよ。ああ、そうなんだ。と、肌寒い。肌寒いまではいかないかな、まだ岡山は。でもだいぶ涼しくなってきて、過ごしやすいって感じ。この夏終わりの秋始まりぐらいがすっごい最高の季節。最高だよね。最高。だけど新潟それすぐ終わるんで、それも。そう。そうだよね。だから一番好きな時期もすぐ終わっちゃうから。はい、そうだよ。そしたらもう、あ、雪だもんね。もう、海からの風で、そう。あられ降ったり、雨降ったり、もう散々です。懐かしい。新潟の唯一嫌いなところ。練習になんないですからね。あれ来た。あれね。しかも、晴れないじゃん。結構曇りというかね、なんとも言えない。あれがね、その他はすっごい好きなんだけどね、天気だけちょっと。だから同じ感じ、岡山と新潟が本当、街も、うん。住みやすさとかも、なんか似てて、すごい。で、こっちは晴れてて、新潟が雪っていう、その違いっていうかな。やっぱ岡山、新潟よりちょっと都会だなというか、駅前とかもすごい。あ、そうね。かなってみんなで話してましたよ、選手と。へぇ。いっぱいかもねって。そっか。まあ、でもそんな大差ないかもしれないけどね。うん、ちょうどいい規模感っていうか。でも周りの県にもすぐ行けるから、大阪とか福岡も近いし、四国も行けるし、山陰も行くから、新潟行けないもんね、いろんなとこ。うん、新潟でとどまっちゃうんで。ね。それはいいですね。いろんなとこ行けるっていうのは。そう。それはあるね。でも新潟もいいとこ多いじゃん。まあ、温泉もあるし。ね。ご飯もいっぱいあるし。フミヤの一押しは？一押し？うん。それ、なんですか、観光スポットとか、ご飯とか。そうだね。俺よくここ行ってますね。ここ行ったら大体俺いますよみたいな。いや、言いづれ。それは言わないっす。ふみや出現スポット言えない？言えないか。いや、どうだろう。でも夏とかやっぱ笹が流れとかすごいいいですよね。ふみや。遊ぶんだよね。今年はちょっとなかったんですけど。ああ、なるほどね。ちょっと遠い、1時間ちょっとかかるっけ？そうそう。かかるかな。でも抜群に綺麗だもんね。ほんと綺麗ですよね。岡山はさ、あんまり綺麗な海ってないんじゃないかな。うん、瀬戸内海だから、波が全然ないんよ。
あ、もう静かなんで、さーんってこう。そう。で、なんか四国とか、その間の島とかが見えるから、めちゃくちゃロケーションが綺麗で、うわぁ、綺麗ってなるけど、水はちょっと汚いかな。あ、そうなんですね。うん、波がない分、とどまっちゃうのかわかんないけど。うん。僕なんだろうな、新潟、弥彦山とか。弥彦神社。弥彦神社。ね、いいよね。そんなもん。まあ、いっぱいありますけど。新潟何年いるんだよ。いっぱいいるじゃん。いっぱいいるんですけどね。逆にサッカーがあるから行けないっていう、今までも含め。ああ、なるほどね。佐渡行ったことないし。え？佐渡。え？佐渡ないの？うん。俺もないけど。そう。今年、あれ、新型ウイルスなかったら、オリンピックの中断とかあったじゃん、あるはずだったじゃないですか、多分。うん。だそのタイミングとかで行けたらいいなっていう計画は、自分の中で考えてはいたんですけど。うん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 。それも結局、行けずじまいで。確かに。佐渡って新潟言うと、意外と行かないよね。いや、なかなか、一日オフとかじゃ怖くて行けないです。確かに。とかになったらもうおしまいだから。確かに。これこそ惨事ですよ。して練習行けませんって、佐渡に来ますって言って。でもそれ考えるともう怖くて佐渡なんて絶対行けないですよ。確かにね。一日何便あるんだろう。でくるまあでも何個かあるんだろうけど、やっぱりね、自然を相手にしてるから何が起こるか分かんないですからね。そうだよね。急に変わっちゃったりした天気がさ。確かに。おしまいですよ。え？おしまいです。おしまいですね。それはもうとんでもないです。でもやっぱ新潟といえば、やっぱ長岡花火じゃない？ああ。ぜひ見てほしいですよね、長岡花火。ね。あれはちょっとね、衝撃だったわ。俺、一回しか見たことないんだけど。はい、衝撃だった。あんなすごい花火大会ないよ。ああ、そうなんですね。なんか、ああいうのを見てるから。っていうか、ああいうの以外あんまり見たことがないから。ああ、普通の花火大会。わからないですけど。いや、あんな、もう、視界に入ってこないやん。入ってこないやん。うん、だから映像を見たりしても、やっぱすごいですよね、迫力が。うん。すごいよね。あれも日本三大花火だっけ？秋長岡とかだっけ、わかんないです。いや全然知らんや、花火。もうほんとわかんないですよ。あとどこっすか、ちょっと調べてみます。どこだっけな、多分三大花火だと思うんだけどな。あれはね、ほんともうなんか遠方からそれ目当てに行ってもいい価値はあると思う、ほんとに。あね、秋田、あ、わかった、土浦だ。土浦。え、どっか、香川、あ、茨城。はい。え、茨城らしい。マジ？え、違うのかなって書いてあります。マジ？うん。大学、筑波だったんで、茨城だったんですけど。確かに、行った？一回も行かなかったです。何や、それ。行けよ。いや、ちょっと遠い、ちょっとだけ遠いんで。まあ、いっかな、うん。まあ、俺も出身千葉だから近いんだけどね。でも、行ってないですよね。今、初めて聞いた。ああ。意外と、そこは知られてないのかな。今年、夏っぽいことした？っぽいことは、バーベキューぐらい。おーおーおーおおお。バーベキューぐらいですね。海で？いや、海じゃないです。知り合いのその敷地というか。へぇ。選手の住んでるところの敷地で。あ、いいね、いいね。やっぱ夏は夏らしいことしたいけどね。でも、結構さ、トレーニングとかももうかなり疲労感あるやん。なかなかオフもこう楽しみきれないっていうのもあるよね。はい。
だし、なんだろう、やっぱオフが少ないじゃないですか、今年。ずっと練習したりだとか。だから、なかなか難しいですよね。そうだね。大体5連戦うん。そうかな。だから5連戦終わった1回が大体オフじゃないですか、その間が。まあ、その時ぐらいなんで。そうだね。なんかどっかのチーム、福岡かなんかが中心になってた関係で、11連戦と大宮と福岡か。ありましたね。11連戦って。ちょっと信じられないですよね。どういうこと？すごいよね。ずっとハードだったっすよね。11連戦なんて言ったら。どうよ、でも今年のこの日程。どうよっていうのもあるかもしれないけど、なかなか結構タイトじゃん。うん。疲労感とかない？いや、結構、言うて僕もそんなにフルで出るような最近出方はしてないし、ただメンバーにはずっと入ってて、アウェーもいっていう感じを経験してるんで、多分フルで出てる選手も当然きついと思うんですけど、そういう遠征メンバーに選ばれて移動してる選手っての結構疲労が溜まっちゃうもんなんだなっていうのを今回すごく感じて。そうだね。移動って来るもんね。そう。移動だけでもやっぱ結構疲れるんだなっていうのはすごく今回感じた部分ですね。もう移動しかしてないっていうか、そのなんていうの、試合にフルで出なかった選手ってさ、次の日リカバーじゃないんだよ。しっかりトレーニングするでしょ。あ、練習はします。だよね。それも結構移動ガーってしてきて、そこでガツンってやるの結構来るよね。うん。だし、やっぱチームとして怪我人を増やしたくはない部分が、そこまで強度をガンと上げれなかったりとか、いろんな問題も抱えたりはするんですけど、うん。そこはもう本当に練習終わった後にプラスアルファ自分でちょっと。補助的なダッシュ入れたりだとか、話しながらですね、ちょっと張ってると思ったら、そういうのをスキップしてみたりだとか。なるほどね。で、今回、新潟の監督って外人じゃん。ええ、初めてでしょ？初めてです。どうって言ったらちょっとあれかもしれないけど、やっぱ日本人の監督とはまた違う感じ？そうですね。もう本当にストレートにいろんなこと言ってくれる。やっぱダメなものはダメっていうようなことをはっきり言ってくれるんで、このプレーはダメだって、うん、もうノーなんノーっていう感じなんで、意外と成功しちゃったりしても、まあそれはそういう感じなんですけど、やっぱりダメっていうか、あの向こうの選手が、海外の選手がやっぱしっかり言わないとその通りにやってくれないみたいなね、やっぱりだから練習の時でも日本人からしたらちょっとオーバーすぎないかってぐらいやっぱり言って、やっぱこういう風な意図をしっかりチームにっていうような意図はあるみたいで、へえ、なるほどね、違うなと思って、へえ、日本人ってある程度なんかダメだけど、まあいけたらまあ OK じゃないみたいな感じあるじゃないですか、練習の時からもこれはなしだって ノーだっていう感じで、ただ試合の時はノーだけど、しっかりで判断して、それがダメと言われてても成功できるんであればっていうような部分もあるし、だからちょっとなんか、伝え方の部分はちょっと違うなっていうのはすごく感じますね。なるほどね。そういう感じなんだ。まあ、ブラジル人とかも多いしね、新潟って、ね。何人いる？ブラジル人2人、スペイン人、アルゼンチン人、ウルグアイ人。ええマジ、うん、すごいね。通訳はスペイン語なのか、ポルトガル語、スペイン語とポルトガルいて、で、そこにもうマイケル君とフランク君いるから。確かに。もうそれ全部スタメンとかになったらもう本当に、え、一瞬、え、これ日本のチームですかぐらいの勢いになります。確かにね。へえ、そうなんだ。昔から新潟は結構外人が多いイメージあるけど、外人枠がなくなって、よりなんか今ってか岡山がそんなにいない
あそうですね。だけど、まあ、パウロがいて、ブラジル人一人いて、あと韓国人が多いのうち。ああ。だからあんまりこうなんか、めっちゃ外人って感じの感覚じゃないっていうか。そうか。だからまあ今年、それ、新潟の良さにプラスして、すごい陽気なチームというか、すごい。やっぱ外人の選手たちも元気だし、明るいから、うん、すごい明るい雰囲気もあるし。うん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 。いいね、いいね。面白い。ブラジル人とかってすっごい陽気なイメージあるもん。懐かしいね。そういうのに釣られてみんな明るくなってくもんね。はい。だし、やっぱみんな、最初の頃はやっぱ、ちょっと距離がうまくた、つかめなかったですけど、今すごくみんな仲良くて。うん、楽しむときはみんなで楽しんだりだとか。いいね、うん、それって誰かが間に入ってこうつなげた感じとかあるの？いや、やっぱりその元々いたシルビーニョっていう、うんうんうん、あのスペイン語も喋れるんですよ、うん、でそこでだいぶ娘も日本来てるに日本語結構喋れるんで、もうシルビーニョ自体も日本語だいぶまあ、分かるというか、雰囲気でつかめる感じで。へぇー。うまくシルビーニョがスペイン語を使いながらとかやってくれたりもするんで、たまには本当通訳なしでもコミュニケーション取れたりするんで。お、文字。へぇー。そういうのもいいかもしれないですね。なんか最初から通訳の人に頼ってとかじゃなくて、解決しようとしたりとか、そういうなんか姿勢が多分お互い、いいのかなと思ったりもしますけど。うん、確かに大事じゃね、うん、今いるパウロ、まあ、前ちょっと前までレオ・ミネーノがいたけど、パウロ、パウリーニョはもうペラペラだから、ああ。そこのなんか問題は全然ないけど、まあ、でも喋れない選手がいた時にね、そういうなんかこう挟んでくれるのはいいよね。昔言ったらレオとかもそうだったじゃないですか。ああ、レオね、レオめちゃめちゃ良かったよね。確かに。コルデスとか喋れなかったからね。はい。だからこの間、自粛中というか、まだ開幕する前に、アントラでやった時にレオいたんで、うん、ちょっと、やっぱ前よりめちゃくちゃ上手くなってました、さらに。じゃあもう普通に流暢に喋れるんだ。だいぶ分かるんじゃないかなと思います。もうレオ、何年いる ?8 年ぐらいいんじゃん、日本。いますかね、そのぐらい。いや、だからもう相当、日本人なんじゃねえかぐらいの勢いですよ。しかも、めっちゃいいやつだしね、レオね。もう、笑顔がね。みんな笑顔してくれるからね、あの笑顔は。ね、懐かしいな。そっか、新潟も遊び行きたいんだけどさ、なかなか行く機会なくてさ。私あれですもんね、なかなか移動していいのかどうかっていう部分もありますもん ね。今はもう全然なんかもう岡山県からもほぼ出てない、うん、ほぼってか出てないかな。なんかね、OK になってもなかなかこう行きづらいじゃん。それはもうしょうがないから、まあちょっとね、落ち着いたら行きたいなと思ってるんだけどさ、なかなか行く機会がないからって感じかな。っていうかあれじゃん、言うの忘れてた、みんな結婚おめでとう。ありがとうございます、うん、ついに早川も、はい、結婚させていただきました。ついに落ち着きましたか。はい、まあ、落ち着いてますけどね。ですね。そっか、じゃあ今一緒に住んでるのね。はい、いや一緒に住んでるの。あ、そっかそっか。いつから。いや、でも8月末ぐらい、うん、8月9月頭ぐらい。もうだから本当最近。あ、そうなの。はい。暮らし始めたんだ。はい。いいね。どう、新婚生活。まあ、まだ始まってばっかだと思うけど。いや、いいっすよ。だって僕、なんやかんや4年ぐらい、遠距離というか、ずっと離れてだったんで、やっぱり、いいっすね。おぉ。何よろけてんだよ、お前。はい、やっぱ、電話越しじゃないってだけでも全然違いますよ。確かに ね、難しいですよ、遠距離って、うん、って思います。なるほど。そう
なんだ。まあ、料理とか作ってくれてるってこと？はい。でもなんか、フニアもなんか料理できそうだけどね、顔的に。いや、って思うじゃないですか。何もできないですよ。あ、そう。全然。そうだったっけ？ほんと何も作れないです。俺も全然作れないからさ、作ってもらうと楽だよね。助かるよね。まあ、そういうマグ君もめちゃくちゃ作れそうな雰囲気だし。行く全く作れないっす。こうやってそうだけど。いやいや、それはこれでしょ。こんな感じでもこんな感じでしょ。全然雰囲気違うよ。ほんと、確かにね。作れそうな顔してるよね。いや、ほんと。めっちゃ作れそう。全然作れないんだよね。いや、作るのは嫌いじゃないんよ。はい。だから やろうと思う。ハマればいいんだろうけど、別にハマらないっていう。でも最近奥さんにいろいろこう教えてもらいながら、お吸い物作ったり、前はアサリの酒蒸しとか作ったり。バカなんだ、洒落てることするじゃないですか。好きなんよ。舌が洒落ててさ、やがましいよ。いや、でもいいっすね。なんかこういう時期だからこ、時期っていうか、こういうご時世だからこそ、そういうこともなんか増えて、うん、料理とか教えてもらったりとか、家族の気なんか逆に増えるんじゃないですか。そうだね。一緒にいる時間は必然的に増えるからね。うん。確かに。それは大事だと思う。まあ、一緒にいろんなとこ行ったり。俺、まあ、結構アウトドア好きだから、誰もいないとこで、二人でこう、バーベキュー、二人だけでバーベキューしたりとか。どう買ったんでしたっけ？じゃ、買いました。テントもタープも買いました。すごい、本格的じゃないですか。はい、めちゃめちゃ楽しいよ。人にも会わないし。なんかフミヤ、あれじゃなかったっけ？寝て朝、なんかホット、なんだ、ホットサンドみたいなやつ作るんですか？いやいや、まあイメージはわかるよ。イメージはわかるけど、まあまあ、フットサンドではないかな、うちは。いや、なんかもうそういう憧れるな、でも。いや、でももうやってみて思ったけど、やっぱいいわ。俺は好き。なんか自然の中で戯れて、こう、ゆっくり過ごすみたいな。まあ、テント立てたり、畳んだりするの結構面倒だけど、その中でも、まあ、それがまた良さなんだよね。なんすか。良さなんで、それがまた良さ。でも、フミはあれじゃない？ソロキャンプやりたいとか言ってなかったっけ？あ、そうなんですよ。一人キャンプとかやってみたいなと思って。おお。確かに。そうで、一人で朝、こう、コーヒー豆ひいて。ホットサンド？で、ホットサンドで。ダブルで。いや、もう二人で行けや。でもやっぱ五感を研ぎ澄ますために、ああ、うん、行きたいなと思うんですけどね。大事。感覚超敏感になるっていうか、広がるというか、ね、うん、俺らがこの間やって帰ろうと思ったら、ちょうどこう畳んでたんよ、テントとか。そしたら隣に一人で来てる人がいて、ああ一人でやってんだみたいな。まあそれはそれで楽しいだろうなと思ってさ。でもちょっと夜怖くないですか？夜は怖い。トイレ行くのとか怖い。いや、だからもう夜、なんか一人キャンプはしたいなと思うけど、その夜とか、うん、いやもうなんかね、物騒な事件起きたら嫌だなとか。いやいや、まあそんなことないだろうけど、でもなんか小学校の時にさ、キャンプ実習みたいな、なかった？いや、キャンプ実習ですけど。なかった？あ、そうなんだ。宇宙センターみたいなとこでみんなで泊まってキャンプファイヤーとかしたことありますけど。あ、そっか。じゃあキャンプは自体はテントとかなかったんだ。うん。俺らテントで泊まるってことがあった、小学校の時。小学校の時、夜中に目覚めてトイレ行くのが超怖くて。それ思い出した。なんか今は大丈夫だけど、なんかちょっと怖いかもしれない。なんか小学校の頃思い出したみたいな感じだったね。いや、そう。だから僕は大学の時にキャンプ実習というか野外実習があって、キャンプしたぐらいですね。ああ、なるほどね。
いいね。みんなでできれば、なんか落ち着いたらやりたいね、みんなで。やりたいですね、マジで。うん。新潟キャンプ場いっぱいあるんで。いや、岡山もめちゃくちゃいっぱいあるから。じゃあ、新潟来てくださいとは言えないですね、それ。そうなんだよ。こっちの方があったかいから。これからの時期。そうですね。じゃあ、そっちか。そうだね。フミヤにコロナのついたら来てもらわないと。もてなすの。はい、おいしいフルーツお願いします。おお、任して。じゃあ、そろそろちょっと時間が長くなっちゃったから、最後、フミヤに、いきなりだけどあれかな。見てくれてる人に向けて何かコメントをもらえればと思います。ですか、今この動画というかやり取りを見てくれてる人たちってことですか。あ、そう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 、この絆対談でを見てくれてる人たちとか、まあでも、あ、多分俺らのサポーターとかファンの方が多分見てくれると思うから、そういう人に向けてもらえればと思います。本日はご覧いただきありがとうございます。ですね、マグ君とは2016年の僕が入団した年のチームメイトとして一緒にプレーさせてもらってたんですけど、その時からものすごく可愛がってもらって、僕もすごいいろんなこと話すことができて、まあ、僕結構人見知りだったんでいろんなこと話せなかったんですけど、マグ君だけはすごく話せて、でそんな中でやっぱ僕もいろいろ、まあ、白血病だったりいろんな部分がある中でずっとマグ君に、連絡取ってもらったりとか、いつか同じピッチでプレーしたいなとか、そういういろんな思いをやりながら、やってきました。で今回、そういうふうな流れからマグ君とこういう対談をさせてもらって、僕自身もすごい楽しいですし、またやっぱり今こういう新型ウイルスの状況で、なかなか会うことができないんですけど、やっぱりもう一回しっかりと会いたいなというか、うん、遊びに行きたいなとか、遊びで会えるとまた楽しいんだろうなとか、いろいろ、楽しみが増えたので、これからもまたサッカー頑張りながら、また、今度はしっかりとお互いの SNS とかでそういうものを報告できるように、笑顔でまたいい再会ができるように頑張りたいと思います。ぜひ、この動画、またこの絆リレーでしたっけを見てもらって、これからもいろんな人がつないでいくと思うので、そういう部分で今難しい状況にある新型ウイルスの、なんですか、ワクチンの開発という部分に少しでも協力できればいいのかなと思うので、これからも僕ら、2人一生懸命頑張っていくので応援をよろしくお願いいたします。素晴らしい素晴らしい、100点そうね、まあ、フミヤとはね、いろいろ仲良くさせてもらって、これからもね、連絡取りながら仲良くしてもらえればなと思います。いや、こちらこそですよ、その言葉は今日はいきなりだったけど、ありがとうね。いやいや、すいません、本当にありがとうございました。こちらこそ。次の人は決まった？まだ決まってないか。いや、どうしようかなと思って、なんか、某とかに、おー、某にやるのも面白いのかなと思ったり、やっぱ、海外出ていろんなことを経験してるじゃないですか。で、それ僕らには分かんないし、うん、日本にいなくて、あっちにいて、この新型ウイルスを経験してるっていう意味でも、また僕らとは違う視点とか、そういう部分を持ってるのかなと思って、ちょっとこうに声かけてみようかなと思ってたんですよね。おお、いいね、いい、面白い話聞いてみたいわ、俺も。ね。うん。ちょっとなんか聞きたいなと思って。じゃあ次はゴーかもしれないってことですね。まあほぼゴーでしょうっていうぐらいの勢いで俺は攻めますけど。大事、勢い大事。そっか、分かった。じゃあ楽しみにしてるわ。はい。今日はありがとうね。はい、ありがとうございます。じゃあまたピッチで。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。